久保さん。夏ですね。なんか暑いっすね、最近。まあ夏ですね。まあというところで夏と言っても7月ももう終わりますね。7月も明日で終わりか。早いっすね。あっという間ですね。まああの夏休みね、あの、僕あの小学校1年生から6年生まで夏休みの宿題っていうのは8月の末に終わらせるタイプだったんですけど、 これね、ようやく40年、まあ今年で僕40歳になるんですけど、人生の宿題は早めに終わらせておいた方がいいぞと。まあ久保さんは40歳からお金についてね、こう、稼ぐっていうところを勉強したりとかやって、まあ僕の場合は、まあ22ぐらいからやって、まあ今もう40になりますけども、まあや、やっとってよかったなと思いますね。うん、まあ今こうやって自由に入れるのも、その若い時からまあやってきたっていうところがやっぱあるんで、 だからまあ早めにね、まあ人生の宿題って何かっていうと金です。お金とどう向き合うのか、お金をどう稼ぐのかっていう。で、お金を切り離したいんだったら自給自足するしかないので。かこのお金が回ってる世界で生きていくためには、あお金が必要なわけですよ。まあご飯ね、うん、なんだ。ライスを買う、ご飯を買う。お金かかります。田んぼありますか 自分で作ってます野菜はどうですか自分で作ってますか作ってないんだ買うしかないですね。だから生き、生きていくためには、まあ、ある程度の食料必要ですから。だからまあ、お金の問題っていうのは人生の宿題なんじゃないかなと思います。で、これを早めに終わらしといた方が、後々非常に楽かなと思いますね。久保さんも今楽だと思いますし、僕も楽です。これは勉強してやっとってよかったなと思いますね。いってらっしゃい。